ジャッカルです。だいぶ前にですね、このチャンネル音楽以外にも文学のことも話していきたいなとか言ってて、だいぶ前、どの動画も忘れちゃったんだけど、そういうことを言ってて、で今日は書評の第2弾ですね。今日紹介するのはこれです。角川文庫から米沢ほのぶ先生の評価っていう小説なんですけど、これアニメ化しましたよね。2012年だから12年前か。2012年がもう12年前なのみたいな、そういう反応はもう寒いから、スルーしていい加減慣れろよっていう話で、12年前にアニメ化したこの評価っていう作品ですね。で、中身は主人公のオレキホータローくんっていうのが あることから高校の古典部っていうのに入ってですね、でこの古典部内でいろいろ過去のなんかミステリーとかを解決していくっていう推理小説でいいのかな、推理小説、ミステリーと推理小説の違いがちょっと分かんないんだけど推理小説ですかね。で中身はアニメでやってるのとほとんど一緒かな。昔見たアニメをちょっとずつ思い出しながら読んでて、でそれとほとんど同じかなっていう。これ小説単体でも普通に面白いんですよ。だからアニメを見てない段階で読んでみたかったなっていう。アニメで先に見ちゃってるんでほとんどもちろんだけど同じ内容だから、もうオチも分かっちゃってるからでもただ文章を読んでてどん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 真相に近づい、ばらまいておいた伏線を拾いながら終盤にかけてどん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 伏線を拾っていくのがすごい鳥肌が立ったというか、読んでて面白かった作品ですね。でこれ刊行がいつだっけ、2001年平成13年だから、これが98年、2001年ですね。2001年刊行なんで、でアニメ化が12年。なんで今更これを読んだのかっていうと、去年かいつだったか忘れたけど、米沢ほのぶ先生のお父さんのかな、親類が水害で亡くなったっていうニュースを見てですね、いやそういえばそういう作家もいたなと思って読んでみようかなと思って読んだんですけど、そしてこれシリーズものなんですね古典部シリーズっていうシリーズもんで、よくこの薄さでアニメに行くよりもやったなと思って、そりゃそうだ、この薄さで肉色もできるわけないです。シリーズもんですよねでその次のがもう読み終わってあるんですけど、そう、愚者のエンドロールっていう、でこれのアニメのファンがエルタソーとかホータルーとかやってるけど、これ刊行が2001年で、彼ら当時で16歳
15歳か、あ、16歳かな。その年で16歳になるから、もうアラサーなんですね、彼ら。でも観光が続いてるから何とも言えないんですけど。うん、でもそんなこと言ったら、ね、ちょっと、ブギーポップとか、これが98年か。98年だからもう40。98年でこの主人公じゃない、ヒロイン、主人公どっちみか、あの宮下東華なんか98年16歳だからもう40超えてるのかな、40超えてることになるして、まあそれを言ったらキリがないのでここで終わらして、でちょっと今まで読む本に困ってたんですよね。このブギーポップシリーズをどんどん読んでいこうって思ってたんですけど、まあ曖昧になんか他の小説とかを読んでいきたいなって思ってて、でその間に挟む小説がなかったんですけど、このシリーズをまあそう古典部シリーズとあのブギーポップシリーズを、まあ、交互に読んでいこうかなって、そしたらもう年明けまで暇しないですよ、本当に。読む本に困ってたけど、うん、この2つのシリーズで、年明けまで本当に、暇しないだろうな、思う。年明けは毎年罪と罰を、ドストエフスキーの罪と罰を読むって決まってるんで、まあこの間ここまあ年明けてすぐ、まあ、こういうコーヒーブレイクを挟んで、まあ、シリーズが続きを読んでいく形にはなるかなと思うんですけど。